せーの、別冊少女漫画勉強会です。さあ、この番組は、はい、少女漫画勉強会というのが後ほどあと15分後に控えたギリギリ手前に撮っている別冊です。普段はみんなからの質問にシーゲルさんが答えてくれるんだけれども、この時間は僕がシーゲルさんに、気になっていることを聞いていこうというコーナーになってます。はい、じゃあ、今回はですね、今回はシーゲルさんにというよりは漫画家さんのことを、漫画家さんの生態について聞きたいんですけど、なんかそのシーゲルさんが今まで見てきた人たち、漫画家の先生たちって、はい、作業中って何をかけてたり、 BGM とかで何かけてたりとか、音楽聴いてる人が多いか、映画とか見てずっとかけてる人とかも結構いるじゃないですか。それって割合とか、まあ、もしくは無言の場所もあると思うし、スタッフさんたちがワイワイ楽しくおしゃべりしているところとか、そこら辺ってどんな割合ですか？ね、うん、多分無言の人はいないと思う。あ、無言いないんだ。ですよね、なるほど、うん、結構楽しくおしゃべりしてる感じですか？さんとつながってる時は当然さんとしゃべりながらやってると思うんですけど、一人の時はなんかやっぱドラマ、ドラマ多いんじゃないですかね。ドラマを見てる人が多い。印象として見てるっていうか、まあ、流してる耳で聞いてるだけっていう。ラジオ派とかはどうですか？あ、ラジオもいると思うんですよ。はい、ラジオかドラマかっていう。僕あれ、ドラマとか映像映画系を僕自身はちょっと無理だったんですよ。見ちゃうんですよ。もうつい見ちゃう。でもね、はい、同じ作品でね、もう映画とかだともう全部内容覚えてるから、音だけ聞けば絵が思い浮かぶっていうぐらい見てる人とかもいますしね。そういうパターンもいたりとかね、アメドラずっと流してる人とか、なるほどね、はい、結構バラバラ、バラバラですけど、まあ、大体でもそういうドラマかラジオじゃないですか、ね、ドラマかラジオが多い、はい、何割ぐらい、半分ぐらいですか？割合ですか？でも大体聞いてるんじゃないですか、何かしら。そうなんだ、わかりました。無言っていう人はいない、無言はいないんですね。で、明日さんは、ね、今、集まらないじゃないですか、もうほぼみんな電子で在宅なんで、ではウェブ上というかスカイプ上とかでやり取りしてるときは話してるけれども、前までって結構一緒だったと思うんですけど、漫画家の先生がもうその場所でじゃなかったらできなかったから、それってその時って先生の作業スペースと、まあ、アシスタントさんたちの作業スペースって分かれてることが多かったですか、それとも一緒が多かったですか？僕が知ってる範囲だと一緒の人の方が多かったですね。はい、なんかそれもやっぱり結構人それぞれなんですかね、その人の、ね、キャラというか性格がですけど、ただなんとなく女性作家さんはスタッフさんとおしゃべりしながらやりたいっていう人の方が多かった、ね、そう、なんか僕もそんなふわっとそんな印象があるから、はい、そこら辺を聞いてみたかった、やっぱそんな印象なんです、はい、なんとなく、なんとなくですけどね、さあ皆さん、こんな感じでお仕事してるよみたいな、はい、その漫画家の現場とか本当知らない人は全然知らないと思うんで ね、ちょっとそのビジョンを少しだけ鮮明になってきたかもしれない。本編を聞いてもらうとよりね、さらにこの漫画家さんたちがどんなことに悩み、ね、頑張ってるのかっていうのがより見えてくるんじゃないかなと思うんで、漫画を描きたいっていう人、ぜひ待ってます。参加してください。お待ちしてます。はい、ありがとうございました、はい、シーゲルさん、またこの後お願いします。はい、じゃあまた、はい、また続きです。はい。